都島正幸竜王、31の霊勝。藤井聡太三冠、19イコール多い。明ら王。帰省イコールの2勝で迎えた将棋の第34期竜王戦七番勝負第3局は30日。福島県いわき市の新津田で第1日を行い。午後6時22分に、 後手の豊島がが46手目を封じて差し掛けた。両者の対戦では相掛か,かり、先方が6局続いたが、この日は先手の藤井が角換わりを選択。共に右銀を前線に送り出す相場やグリ銀の戦いとなった。藤井は前半から持ち時間、各8時間を積極的に消費。差し掛け直前には、 豊島と2時間13分の差がついたが、その豊島が封じ手に1時間14分を投じ、差し掛け予定時刻の午後6時を22分超過して、ようやく封じる意思を示した。盤上はバランスが取れた状態で、両者の慎重な差し手が続いている。藤井里多蔵館最年少4冠王てなるか、竜王戦。 第3局1日目終了将棋の藤井里下増館、19、イコール大井、明王、規省が、豊島正幸竜王、31、に挑戦する、第34期竜王戦七番勝負第3局が30日。福島県岩き市、宇城の宿新津田で開幕し、豊島竜王が46手目を封じた。 最年少でのタイトル4冠がかかる藤井3冠は、第1。2局は、最先よくに連勝。本局に勝利するとダッシュへ、大手がかかる、大一番となる。写真、初手を指す藤井3冠緊張感が漂う先手の藤井3冠は、両者の対局では7局ぶりとなる角換わりを選択。相い場やグリギンとなり、 午前中から駒がぶつかる激しい展開になった。午後は両者1時間半を超える長候を挟み、互角のままついたが終了した。竜王戦は持ち時間8時間の2日制で31日夜に終局見込み、としままさゆき竜王が46手目を封じて、形勢は互角2日目は、 藤井里下造館の哲外で再開、将棋、竜王戦七番勝負将棋の竜王戦七番勝負、第三局が10月30日に行われ、豊島正幸竜王、31、が46手目を封じて年1日目を終了した。翌31日の2日目、午前9時頃の封じ手が、開封され、挑戦者の藤井里下造館、 多い。明王。帰省。中級の哲外で再位となる。角代わりの戦型で始まった一曲だが、形勢では五角。持ち時間では、豊島竜王が一時間近くリードを奪った。藤井三冠は、同シリーズを制すれば、羽生善治九段、五十一が持つ。 最年少での4巻、記録。22歳9ヶ月を抜き。史上初の10代4巻を達成する。第1局では、先手番から苦戦模様だったもの逆転で戦勝。第2局は、後手番から。1日目の封じ手あたりからペースを握り始めると。2日目にはさらに差を広げ。 逆転のきっかけを与えない解消で2連勝を果たした。豊島竜王にとっては、3連覇のかかるシリーズである反面、破れれば無冠に転落するという厳しいものだけに、この第3局は絶対に落とせない1局だ。両者間では7局ぶりとなる角代わりの出だしになった本局だが、 序盤から激しい駒のぶつかり合いに、両者ともにしっかりと弾を囲む間もなく、戦いが始まった。お互い角、銀を持ち駒としながら、薄い玉形でバランスを取るのが難しい局面で午後6時の封じ手の時刻に、豊島竜王は時間を過ぎても考慮を続け、1時間14分の、 長候の末に封じ手を決めた。両者の過去の対戦成績は、藤井三冠が10勝9敗と一つリード、デビュー直後は6連敗を喫したものの、今年1月の朝日敗将棋オープン戦で初勝利をしたことをきっかけに、今年度は全てタイトル戦で対決、9勝3敗と勝ち越し、 通算成績でもついに逆転した。かつては天敵という表現もあったが、現在では完全にそのイメージも払拭された格好だ。持ち時間は各8時間の2日制で、先手は藤井三冠。封じ手時の残り持ち時間、都島正幸竜王4時間29分、消費3時間31分。 藤井里下造刊3時間36分、消費4時間24分藤井三冠と豊島竜王が、長考を重ねる、熱戦竜王戦、第3局は2日目へ、将棋将棋の藤井里下造刊19、イコール規制、大井、明王イコールが、豊島正幸竜王、31、に挑戦する、第34期竜王戦七番勝負の、第3局は30日、 福島県岩木市の岩木湯本温泉、宇城の宿新津田で対局が開始され、第1日は後手津街の豊島竜王が46手目を封じた。午後6時に立ち会い人の屋敷信雪球団49が封じ手の時刻となったことを告げたが、豊島竜王はさらに20分以上も熟0校。 本局にかける決意をにじませて、1日目は午後6時半過ぎに終了となった、注目の第3局、開幕に連勝で迎えた藤井三冠は、勝てば史上初の10代四冠誕生へ王手をかけるが、豊島竜王も勝利を返したい少年は、角代わり相馬やグリの序盤となった対局は、 午前中から両対局者が兆候を重ねる大熱戦となり、互角の形成のまま第2日を迎える。竜王戦7番勝負は持ち時間各8時間で2日制。